あ、どうも、はじめです。この後ろに見えるのが先日設置したベッドフレーム、僕のベッドなんですけれども、これによってね、部屋がおしゃれになるって予定だったんですけどね、こたつを置いたせいでね、全てが無になる、おしゃれ感がゼロになる。ここの存在感半端ないじゃないですか。こいつがやばいと思うんですよ。なぜダメなのか。僕が思うに、ベッドのあの爽やかさ、あれのね、やっぱあの木の膜のあの色がやっぱいいと思うんですよ。で、そこにこのザ和のキッチンですかね、日本のこたつの色してるじゃないですか。この茶色ですね、これをですね、ベッドフレームの木の色と合わせたら、これね、絶対おしゃれになると思うんですよね。そう思いませんか。今からこの木を削っていきたいと思います。はい、じゃあこちらのこたつの板ね、こちらの面は一応取っておきましょう。こちらの白い方、こちらをね、ゴリゴリに削っていきたいと思いますよ。グラインダー、すげえ、めっちゃ削れる。いいですね。これで綺麗にしていきましょう。待ってください、問題が発生しましたよ。一応見てもらっていいですか。ここは木なんですよ。こうやって削ってみたんですけど、でこのここ、これね、多分コルクですね。木じゃないや。いやダメだ、どうしよう。もう中コルクなんですよ。これはダメだと。あのコルク、わかりますか。ここね、こうくぼみがあるんですよ。ちょっとしたここにですね、この木をはめちゃえばいい感じになるんじゃないか説。やってみましょう。ちょっとね、ここチャレンジしてみたいと思います。いけるかな。ホームデポ行ってきました、いろいろ買ってきましたよ。グラインダーのもうちょっとね、目が細かいやつ、万力、これ安いやつ、ウッドグルー、木製用ボンですね。店員さんおすすめのゴリラグルー。ここの針、ここのサイズにね、カットしてもらったんで、まずはまるかですね、これが。ちょっと削りましょう。はい、というわけで見てください、結構ビタッとはまったと思うんですよね。わかるかな。で、ここの下にグルー塗って、接着剤ですね、接着剤塗って、これをビラッとつけて最後削りましょう。ゴリラグルー、ほう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 、こんだけいけば大丈夫。あー、映ってね、絶対映ってない。で、板を乗せます。浮いてくるから、これで何かで押さえないといけない。どうしよう。あと一応周りをね、もうちょっと塗っていきましょう。ちょっと放置しましょう、乾くまで。日が沈んできたんで、周りだけ削っちゃいましょう。はい、グラインダーでちょっと周りを削ったんで、次はサンダーで細かく削っていきましょう。だいぶいい感じに削れたんじゃないでしょうか。もう手がしびれてる。でね、もう日も暮れてきたんで、後日続きやりましょう。1日経ちましたね。もうバシッとこう板張り付きました。今ね、ここら辺がすごい段差ができてるんで、ここら辺、こちらをですね、またこれでゴリゴリに削っていきたいと思います。グラインダーですね。両備だ、こっち両備結構売ってる。両備人気ですよ、日本のブランドですね。これいくらぐらいですか。これが
40ドルぐらいですか、ね、安いね、はい、今ですね、ここすげえ隙間空いてるじゃないですか、プラスチックウッド、これで埋めていきます。これで埋めて後で削るとこれ木の質感になるんですよ。はい、何が起きたの？板を蛍光にしようと削ってたんですよ。見てください。めっちゃダサい。木目を生かした板を作りたかったんですけど、まさかの状態になってます。この同じ板でこう塗ってみたわけですよ。オイルをね、こんな感じになっちゃうんですよ。ホームデポにやってきましたよ。ニス買いましょう。ニスとりあえず。さあ見つけたかな？これ。ステイン&ポリー、これで一発でいけるらしいです。ステインもできるしプロテクトもできると。色も名前がいい、サマーオーク。ホームデポに行ってこちら買ってきました。まあ諦めました。この色を塗っていい感じになるのを期待しましょう。じゃあこれでちょっと塗っていきます。それでいくらぐらい？これ15ドルぐらいですね。こんなでかいのいらないんだけど、ね、いい色だといいな。こっちかな。あ、せいさん、やばい。やばい。なんだこれ。まあまあ塗ってみよう。塗ってみよう。とりあえず塗ってみよう。California, live your life。 いやどうですか。いい感じになったんじゃないですかね。ちょっとまだ乾いてないですけど、いやこれねこたつに置いたら結構いい感じになると思います。いや楽しみだね。乾くのが当たってて。いい感じや。すごい風だね。めっちゃいい色じゃん。いい色でしょ、うん、サマーオーク。サマーオーク、カリフォルニアっぽいでしょ。カリフォルニアっぽいね。どれどれどれ、うん、いいね。何ついたろ。はい、というわけで、先ほど作ったこたつをね、上の部分部屋に設置したいと思います。はい、これこれこれと、そう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 、ちょっとダサいかな。これ、汚いな、なんかちょっと裏にしてもらっていいかな。しっくるくるね、こっちの方。僕も途中からそう思ってました。